43年ぶりのアジアカップ優勝に挑戦する男子サッカー、イラン代表のカルロス・ケイロスが意気込みを語った。イランは来る8日深夜1時、イエメントの AFC アジアカップ 2019D 組第1戦に臨む。カルロス監督はイランテアティムエスとのインタビューで、我々はイエメントの初め戦に集中している。 常に初め戦は最も難しい試合だ。勝たなければならない重要な試合と強調した。イランは1976年の大会3連覇以来、アジアカップ優勝から遠ざかっている。2018ロシアワールドカップで前線したイランはカルロス監督を中心に、43年ぶりの頂点を目指す。カルロス監督は、 再度強調するが、韓国、日本、オーストラリアはベスト4の席を予約した優勝候補とし、我々もベストを尽くすと述べた。イランは先月17日からカタールドーハで合宿中だ。パク・ハンソ監督率いるベトナムをはじめ、優勝候補のイラク、そしてイエメンとベスト16域をかけて争う。